三振、カモン三振、カモンあ、三号、三振、三振、カチ。あら、三号は呼んでないのに。三号呼んでないのに。はい、さい、偶数予兆がなびら、コモ三振広め隊の上田やいび。今日はですね、UBBA 講座に相変わらずコメントが多くて、返信できないほどメッセージもあってですね、ちょっとこの場を借りて映像で、日頃見ていただいてお礼の、メッセージを発信しようと思います。本当に、何気なく発信した UBBA が私のチャンネルで数ある多くあるチャンネルで UBBA がなぜか、ベスト10に入るぐらい、UBBA の動画が、再生回数多いですね。そして評価もありがとうございます。本当にうまくないんですけどね、何気に吹いた、UBBA が思わぬ反響で友達も増えましたし、最近いただいたコメントでなるほどと思ったのが、 UBBA が熊よけになるんだと、熊防止っていうか、海じゃなくて山や川に行った時に、ホイッスルじゃなくて、これが威嚇になるんでしょうかね。すごい沖縄では想像できない気ですけどね、沖縄ではワンちゃん呼ぶときに私はもう指笛で、ここ広いですからね、ここにいて指笛呼ぶとワンちゃんたちが来るんですけどね。あ、そうだ、ちょっといくつか最近新たなコツって言いますか、質問にお答えしたいと思います。指は奥の方に入れた方がいいんですか、先っちょの方がいいんですかっていう質問が結構ありましたので、輪っかにまずしますね。で、もう一回この動画を初めて見る人もいるので、この辺にリンク貼っておきましょうかね。三振、お前ダメ、あっちダメよ三振。今ワンちゃんが来ました。さっき指笛吹いたから、私の場合ベロが、これがベロだとします、舌だとします。下に持ってくる方と上に持ってくる方、私はこうにベロを上に上げてこう持ってます。で、あと中にはベロを下にしてこうやって吹く人もいます。人それぞれですので、私は上に上げてますけれども、ベロを下上に上げてますけれども、こんな風にですね、自分のやりやすいようにやってみてください。あとコツとしては、奥か先っちょかというと、やや奥ですね。そして私はある程度強く固定してます。密着し、固定というより密着してます。イメージは舌を出して曲げるっていう感じですかね。折りたたむぐらいのイメージで、これでゴブぐらいの、感覚で吹くといいと思いますね。最初はこのぐらいの音が出ればもうかなり近づいてます。それをってなると、これちゃんと密着してないとか、あとは息を吹いてるイメージだからだと思うんですね。最初はちょっとイメージで言うんであれば、口笛を吹くイメージで、このイメージで指を入れます。3分ぐらいの力でまずはこんな感じにして、音がこのぐらいなったら、7分ぐらいとか8分ぐらいとか思いっきり吹いてみてください。ここは大自然なんで、もういくらやっても、大丈夫なんですけどね、都会だとそうはいかないと思います。駅の真ん中でフィーってやったらどうなりますかね。みんな振り向いてきますかね。沖縄だったら、ちなみに、走ってるタクシーがいたとします。空車がいたとしますってやったら、タクシーが止まって U ターンするはずです。最近試したことないんですけど、私たちが若い時はこんな感じで、タクシー呼ぶ時はなんか呼び方があるんです。どんな感じだったかな。こんな感じで、やるとタクシーが止まると思います。あ、三振